7月13日に中森明菜58が59歳の誕生日を迎えるにあたり、ファンクラブアルデアの会員を対象にしたコンサートが開催されることが15日に明らかになりました。サンケイスポーツの取材によると、所属事務所からは現時点では7月13日にファンクラブの皆様向けにイベントを予定しています。詳細については、今後ファンクラブの会員の方々にのみご案内させていただきますとのコメントがありました。このライブは2017年12月のディナーショー以来、明菜にとって6年半ぶりのものとなります。関係者によれば、事前にファンクラブ会員に通知された日程は7月12日から3日間で、13日と14日には昼夜2回ずつの計5回の公演が予定されています。会場は東京駅から徒歩10分圏内と案内されており、会場名は直前に通知される見込みです。また公演日が13日のみになる可能性もあるとのことです。明菜は18年以降活動を休止していましたが、22年8月に個人事務所を立ち上げ、再び活動を開始することを宣言しました。昨年12月には公式 YouTube チャンネルを開設し、北ウイングのクラシックバージョンを歌うモノクロ映像を公開しました。この動画は580万回再生され、大きな反響を呼びました。さらに彼女は自身の楽曲をジャズアレンジで歌った動画を YouTube に投稿し、今月3日には第1弾のタトゥー、10日には第2弾のブロンドを公開しました。それぞれ460万回と230万回再生されています。前述の音楽関係者によれば、バースデーライブは彼女が現在投稿している楽曲を中心にしたジャズアレンジのライブになると推測されています。しっとりとした大人の雰囲気の中森明菜の歌声が楽しめるでしょう。視聴者のコメント、個人的には、以前の世代に当てはまるとすると、山口百恵さんのようなタイプのアイドルだと感じます。ただ可愛らしいだけでなく、女性らしい強さも感じますね。ただ、そのような女性ほど以外にも脆い一面もあるのかもしれませんね。ファンクラブの会員ではないので、ライブには行けませんが、いつか大まかな時期がわかれば、ぜひ参加したいと思います。待ち望んでいます。明菜ちゃんは本当にファンを大切にする人だと思います。ファンクラブの会員の方々と会ってから本格的に活動を始めるのでしょうね。ただ、抽選なので倍率も高そうですし、当選した方々はとても嬉しいでしょうね。次に YouTube で配信される動画は、フィンなのかな？わかりませんが、楽しみです。80年代を走ってきた明菜ちゃんも良いですが、今の明菜ちゃんも素晴らしいです。無理せずに頑張ってほしいですね。16歳ぐらいで、他の人に聞かせてレコードを買ってもらえるほどの歌唱力とキャラクターは、まず驚くべきことです。そして、何年経ってもライブを待ち望まれる存在であることもまた素晴らしいことです。私自身彼女の歌声や容姿に小さな頃から憧れていました。今でも、当時の彼女の映像を見ると、今の人々にはない華やかさを感じます。何よりも可愛らしいです。歌唱力の点だけで言えば、今のアーティストたちも十分に音域やテクニックを持っていますが、明菜は目と耳に訴えかけるすべての要素で曲を高次元で体験させてくれる素晴らしいアーティストでした。再度言いますが、それが16歳から20代の間にできたことなので、本当にすごいことです。自分や自分の子供と比べると、まるで異次元の存在です。明菜ちゃんが本当に出てくれるのかなという心配が大きいですね。これまでいくつかのイベントが予定されてはキャンセルされてきましたし、何が起こるかは実際に開催されるまでわからないのかもしれませんね。映像だと調子の良い時に撮影しておけばなんとかなりますが、ライブはその場に合わせて準備する必要がありますからね。だから
まずはファンクラブ会員限定にしたのかもしれませんね。最終的には明菜ちゃんの気力次第だと思いますが、本当に実現できればファンにとっては嬉しいイベントに違いありません。無理をせず自分のペースで行ってほしいなと思います。活動休止が長引くと大抵はそのまま姿を消してしまうものですが、明菜ちゃんは頑張って努力しファンのみんなの前に戻ってきてくれましたね。ファンの人たちも辛抱強く待ち続けたことはすごいことだと思います。時間を超えて見えない愛がお互いをくるみ込んでこうなったという感じですね。私も明菜ちゃんの音楽で青春を過ごしました。これからも応援しています。無理せず自分のペースで頑張ってくださいね。中森明菜ちゃんの公式 YouTube での活動が発表され、毎週水曜日を楽しみにしているファンも多いと思います。病気のため活動休止中も温かく見守り続け、今も声援を送りながら支えてくれるファンにとって、今回の直接的な交流の機会はまさに逆バースデープレゼントと言えるでしょう。彼女のフォロワーは50万人を超え、ファンクラブにも参加すると競争率が高くなるかもしれませんが、正式な発表が楽しみですね。その後年末に向けてディナーショー形式のミニライブも復活するかもしれませんね。でも中森明菜ちゃん、無理をせずにね。争奪戦が激化するでしょうね。ちょっと下品な話ですが、チケット代も相当高騰すると思います。長く待ち望んだファンは経済的にも時間的にも余裕のある世代が多いです。近い席なら10万円を払っても惜しくないと考える人が多いでしょう。そういった話は置いておいて、明菜さんが戻ってくることは本当に嬉しいです。ファンクラブの会員ではないのでチケット争奪戦に参加することさえできませんが、チャンスをつかんだ方々は存分に楽しんでくださいね。明菜さんの歌声は本当に素敵ですね。彼女の楽曲は私たちに多大な影響を与え、その艶や印象は忘れられません。私は彼女のファンというわけではありませんが、テレビでたまたま聴いたミ・アモーレに心を奪われ、他の楽曲も聴きたくなりました。彼女はとても魅力的な歌手だと思います。若い頃から多くのファンを魅了し、固定ファンも根強い中森明菜は、ヒットチャートの上位にはいなくても、年を重ねても一定のファンを持ち続け、その強みが音楽活動を続ける力になっていますね。中森明菜ほど心に響く歌を歌い、愛情を込めて音楽に取り組むアーティストは他にいません。彼女は本物のアーティストであり、最近聴いた北ウィングのクラシックバージョンでもその素晴らしさを感じました。だから彼女の復活を聞いてとても嬉しいです。彼女が自分のペースで無理なく活動を再開してくれることを心から願っています。